こんにちは、谷口です。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。以前もアップさせていただいたんですけども、私の母の介護のことですね、これは皆さんに何か役に立つかどうかわからないですけど、自分の記録としてもアップしておきたいなと思っているんですけども、2021年の年末にですね、風呂に入っている時に、血圧だと思うんですけどね、ふーっと高くなって、そのままこう顔半分ぐらい沈んでしまうようなことになりまして、それから急に、なんとかね、それは何か大きなことにならなかったんですけど、それから急にこう認知症というか、それがこう加速しまして、ちょっとなんとかね、だんだんマシにはなってきたんですけども、で自分である時こう買い物行ってる時にですね、ひっくり返ったみたいで頭をガーンって打ったんですね。でそれから一気に認知症が加速して、そして左手と左足が動かなくなったんですね。でこれはいかんなということで、自分でいろいろ対応してですね、経絡ヘッドケアをやったりとか、あとこう呼吸法で、経絡メディテーションというのがあるんですけど、それも母に教えてですね、やらしてるうちに、だんだん良くなってきまして、こう左半身まだ不自由なんですが、なんとか歩けるようになってきたんですよ。だからうちの家族はみんな、すごいなぁとみんな言ってはくれてるんですけども、今度はですね、その動けるようになったので、みんなこう仕事に行ってる、私もそうですし、うちの家族、妹が家にいるんですけども、みんなちょっとこう部屋があって、そこで仕事してるんですね。でそこで、母はじっとしてたらいいんですけども、なんか体が動けるようになったから、こう動き出してですね、よくひっくり返るわけですよ、また家の中でね。で今回もどうやらこう柱にこう指を引っ掛けたみたいで、この足の小指のですね、ところが裂けて、でこう血がポワー出てですね、で、どうかなと思ってたんで、裂けたんですけど、処置をしてですね、見たところ、折れてないだろうなと思いながら、ちょっと様子を見ようと、一日思ったんですね、私が固定してですね。でもどうやらちょっとこれは、と思ったんで、病院に行ったらやっぱ骨折してたんですね、小指がね。で、ここ裂けたんで、ここを縫ってもらったという感じになったんですけど、この、難しいなと思います。その、認知が進んでですね、やっぱり体を動かさないといけない。でも体調子悪いから動かさないといけない。で、ちょっと動けるようになってくると、その自分が、半身が、調子悪いということを忘れてしまってるようなんですよね。でいつもね、パッと立ち上がるけど、左が弱いからわわわっと倒れていったりするわけですよね。で今回はそれでなったわけではないんですけど、たまたま足が引っかかってそうなってしまったと。でこれちゃんとこう治療していただいてですね、今座ってるんですけど、多分また自分で忘れると思うんですよね。今小指が調子を左ですね、左の小指の調子が悪いと忘れて、立ち上がったりですね、また支えられずにひっくり返るっていうことがあるのかなと思うんですね。本当にその認知症というのはですね、このそれだけじゃなくて、そこからこう派生する問題がいろいろ出てくるんだなと。実際今私は認知症予防インストラクター養成講座というのをやっているんですよね。でもそこにその認知症を予防することは、認知症自体を治すっていうことは今のところ難しいんですよね。薬がいいのはどんどん出てきてるんですが、できるだけそれを長く伸ばそうということでずっとこう研究したことをやってるんですね。でもずっといい調子で母にも来てたんですけども、そうひっくり返って頭を打って調子悪くなった。でまた自分が今までやってきたことを母に実践して、また良くなってきた。今まで勉強してきたこととか教えしてることがいけるということを改めて自分は感じたんですけど、でも今度はこの良くなってきたけども、やっぱりその体にちょっと問題があったら、その自分が調子悪いとこを忘れてしまって、新たな怪我をしたりとかね、打撲をしたりとかしてしまうということが分かってきたんですね。じゃあこれは今後どういうふうに考えたらいいのかな、どんな対応したらいいのかなと思うんですよね。あんまりその頭の方をこう元気にしていくと、かえって動いてしまうということ。これは私の母ですけど、母は左半身が不自由だから余計そうなんですけども、いろんなことを考えなければならないなというふうに思いました。本当に実践、母のことで実践しながらまた皆さんにお話できる、こういう動画も今時々私の母のことを時々出させてもらってますけども、
自分の記録として、またこれから今介護をされている方に対しても何か参考になればと思いますし、これから介護をしなければならないっていう方どんどん増えてくるわけですよね。今のうちにいろんなものに注意してもらえたらなと思っていますし、また今私たちが進めている認知症予防インストラクター養成講座だって、今後その方々と一緒に認知症予防について広めていったり、それをこう経絡ヘッドケアという睡眠障害改善の技術、それをセルフでやるセルフ経絡ヘッドケアというのがあるんですけど、そういうものをですね皆さんに覚えていただきたい。で、私たちはインストラクターの方と一緒にそれを広げていきたいので、そういう時にまたご参加いただければなと思っていますので、このような動画も投稿しています。今回はここまでです。今回のお話がよろし面白いな、参考になるなという場合はいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録のまだの方はぜひチャンネル登録をしていただいて、また続きの動画もご覧になっていただければと思います。今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。